感じですね。あと、どこがいいと言ってもですね、カバーしてる、カバレッジエリアについてによってですね、ちょっと得意不得意あるんですけども、基本的には今、グローブの方が優勢かなって感じですね。日本のドコモみたいな感じがグローブですね。G キャッシュとの組み合わせもできますので、かなりグローブは使いやすいのかなと。で、SIM カードはですね、もう数百ペソ、もう3、400、5、600円ぐらいで買えるって感じですかね、フィリピンの場合と。ナンバーが、携帯の番号がすぐに手に入るってことで、で、プリペイドみたいな形になってるんですけども、プランにをですね、追加して、その都度ですね、使っていく、1週間だったり1ヶ月だったりという単位で使っていく感じですね。で、僕はグローブの、ゴーエキストラ99っていうのを使ってます。電話もし放題だったりとか、テキストもたくさんできるというようなプランですね。ウェブライター、この方は、海外移住ご希望の方なんですけど、ウェブライターで独立したいですと、で、単価を上げたい、単価